はい、皆さんこんにちは、ゆきです。さあ、今日もですね、セロ225をやっていきたいなと思います。はい、前回はですね、はい、ステップですね、こちらの方を、DIY で IMEKI の方をさせていただきました。はい、結構ね、いい感じで仕上がったんじゃないかなと思います。はい、それとですね、その他もろもろですね、ついていなかった部品を、つけて、まあ、いよいよ残りわずかというところまで来ております。はい、ということでね、今日もセロ225をやっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということでですね、今日もセロ225をやっていきたいんですけども、いよいよ今日で最終です。はい、今日でですね、すべてのパーツですね、残りはもう外装品ばっかりですね、つけていきたいと思います。まあ、ヘッドライトとか、それから、フェンダーですね、それとあとタンク、シート、でその他諸々の部品ですね、あとホワイトもついてませんから、その辺も含めてやっていきたいなと思います。それではね、やっていきましょう。まずはですね、外装パーツ、まず一発目、この液灰ですね、これをつけていきたいと思います。ちなみにこれは純正品ですね。もともとスーパートラップの、アンダーに、マーティックタイプのマフラーがついてたんですけども、下についていますと林道とかそういった悪路の道ではね、走るのが難しいので、今回純正品取らせていただきました。もちろんですね、サイレンサーの部分もですね、純正のサイレンサー来ておりますので、まずはね、液灰をつけていきたいと思います。さあ、セロの液灰はちょうどね、この場所を通っていくんですね。はい、はい、一応ね、マフラーの方に、ね、しっかりとガスケットをね、変えていきます。はい、はい、これでね、液灰 OK ですね。さあ、続いてはサイレンサーですね。これ結構綺麗なね、純正のサイレンサーをゲットできましたんで、これをつけていきたいと思います。さあ、マフラーはまずここで1箇所ですね、ここでもう1箇所ですね。さあ、あとはですね、液灰とのバンドをね、つなぐだけです。はい、これで OK ですね。さあ、それではですね、ディスクをカバーするガードですね、はい、これをつけていきたいと思います。これ一応ね、まだ再販してるみたいで、ただね、もう白しかないみたいです。年式によってはこれが赤だったりとか、黒だったりしたんですけども、今もこの白一色しかね、在庫なさそうなんで、はい、これをね、つけていきたいと思います。はい、ディスクガードこれで OK ですね。さあ、それではですね、ハンドルガードをつけていきたいなと思います。はい、こっちが OK ですね。はい、これで OK ですね、こっち側ね。さあ、それではですね、フェンダーつけていきます。はい、 OK です。さあ、それではですね、リアフェンダーつけていきます。
い、これでリアフェンダー OK です。さあ、それではですね、エンジンガードをつけていきたいと思います。で、これが、つくんですけどもね、はい。で、その間にはですね、こういったダンパーが入りますので、このダンパーをね、入れてから、これ蓋していきます。さあ、あとですね、これがつきますね。はい、これでね、つけていきます。はい、このね、エンジンガードがね、オフ車ならではといいますか、まあ、そこを擦りやすいバイクですからね、オフロードですね、山の道とか行ったらね、はい、そのためのエンジンガードになります。さあ、それではですね、ウインカーをつけていきたいなと思います。ウインカーなんですけども、一応これがね、はい、純正ウインカーです。で、ステーもあるんですけども、本来ね、ここにつけるものなんですけども、やっぱちょっとね、古いっていうのもあって、やっぱちょっと傷んでますんで、どうしようかなと思ったのと、でね、点灯するときにね、破壊する可能性が高いってことなので、ちょっとその辺も考慮してですね、まあ、これ使ってもよかったんですけども、はい、今回こちらですね、はい、このミニウインカーをつけたいと思います。はい、これ LED のね、ミニウインカーで結構明るいんですね。はい、これだったら、点灯してもね、ここが接触して割れるっていうこともありませんから、一回ちょっとね、これつけてみたかったんで、気になってたんでね、今回ね、これをね、つけたいと思います。ちなみにこのステーは作りました。この L 型のね、アルミのやつを、こうやって加工してですね、穴開けて作っただけのものですね。これをね、ここですね、はい、トップブリッジのここの部分ですね、ここにつけたいなと思います。こことここですね、はい。で、後ろの方もね、これと同じものがありますんで、それをつけていきたいなと思います。さあ、それではね、これをね、つけていきます。まずはね、ここをね、外します。さあ、こちらまで止めていきます。はい、これ OK ですね。さあ、それではね、ヘッドライトつけていきたいと思います。ヘッドライトはですね、こちらです。はい、ね、赤ですね。まあ、大体分かったと思いますけども、このヘッドライトをつけていきます。はい、OK ですね。さあ、それではですね、リアのね、方にもね、ウインカーつけていきたいと思います。配線はね、もう終わっております。はい、で、今ここまで来ています。はい、これもこのステもですね、手作りで作ったステです。アルミの板を切り取ってですね、こういう形で加工しています。はい、これがね、こういう形でつくんですけども、ここですね、ちょうどね、リアキャリアをつけたいと思ってますので、リアキャリアが来ますんで、リアキャリアと同じ作業でね、つけていきたいなと思います。さあ、リアキャリアですけどもね、
はい、こちらがねリアキャリアになります。まあ、こういう形でねつきますんで、これをねつけていきたいなと思います。さあ、取っ手をねつけました。タンデムグリップですね。はい、これをつけましたんで、それではつけていきます。はい、OK ですね。さあ、それではですね、ハンドル周り仕上げていきます。まずはね、グリップをつけていきたいなと思います。グリップはですね、はい、こちら、はい、モノタロウさんで売っていた、一番安かったグリップです。はい、本当はね、赤色にしようと思ったんですよ。ただ、まあ、いろいろバランスを見たら黒が一番いいんじゃないかなと思ったんで、途中でね、ちょっと黒に変更しました。はい、ですので、これをね、つけていきます。はい、こちらは OK ですね。反対側つけていきます。はい、グリップ OK ですね。続いてはね、ミラーつけていきたいなと思います。さあ、それではですね、ミラーをつけていきたいと思います。で、ミラーなんですけども、社外品のものをつけますんで、ヤマハですね、こっちが逆ネジになってますから、アダプターつけなきゃいけませんので、アダプターを、ね、先につけたいと思います。はい、これで OK なんで、ミラーつけていきます。はい、これでミラー OK ですね。さあ、それではですね、タンクとね、シートをね、先につけていきます。これつけてからシュラウド、サイドカバーっていうような順番になりますんでね、先にタンクとシュートつけていきます。さあ、タンクはね、こちらです。はい、純正のね、白赤のタンクになります。全体的に傷とか汚れはね、あるものの、まあ純正ですね、この状態を使っていきたいので、これを使いたいと思います。はい、これでね、タンク OK ですね。さあ、続いてはシートですね。シートはですね、ここにね、ダンパーですね、クッションがつくんですけども、このクッションもね、ちょっと廃盤品になってましたんでね、はい、こちらですね、ホームセンターでね、買ってきました、スポンジゴム、はい、これでいいと思いますんで、これね、ここにつけておきます。はい、これでね、シートつけていきます。はい、シートは赤ですね。黒かと思いきや赤ですが、これでいきます。さあ、あとはね、ボルトでね、留めていきます。はい、OK です。さあ、それではですね、ここにね、シュラウドをつけていきます。さあ、それではですね、最後にサイドカバーつけていきたいと思います。
こっちが OK ですね。続いて反対側ですね。さあこっち側もねつけていきます。はい、これでね、セロの方完成いたしました。はい、ということでですね、無事ねセロの方が完成いたしました。はい、ということでですね、長くかかりました。半年かな、9月ぐらいから始めてるはずなので、まあ約半年間かけてねセロの方が無事完成いたしました。はい、いやーね、いいバイクですね。はい、なんかあんだけボロボロだった車がねこんだけ仕上がって見るとやっぱりちょっと感動しますね。はい、で純正でない部分もね、もちろんあります。特にウィンカーですね、ウィンカーに関しては一応純正品は置いてあるんですけども、点灯等々のことを考えて、今回ちょっと LED にしてみました。はい、一応ですね、電装系の方はですね問題なく作動しておりますんで、ウィンカーもですね、はい、大丈夫だと思います。はい、まあこういう状況です。はい、で、一応前方に関しては、次回の動画で、走行動画ですね、撮っていきたいと思いますね。その時にですね全体のバイクの感じとかね、あとは走行性能とか、あと細かな、チェックとか、そういったものも含めて、次回の動画でやっていきたいなと思います。はい、ちょっとねどこ行くかまだ決めてませんし、来週ですかね、来週にちょっとあれをナンバーをね取りに行こうと思います。でナンバー取って、まあ車検ありませんからね、250なんで225か、はい、なのでナンバー取って自賠責さえ入れば普通に走行できますんで、はい、まああとは、任意保険ですね。はい、それだけまたちょっと電話しとかなきゃいけないのかな。はい、まあナンバー取得してからねすぐ電話して、任意保険にも入ってね、コードにですね、出ていきたいなと思います。いやちょっと楽しみですね。はい、今年ですね、2022年に関してはこのセローですね、このセローに乗っていろんなところにねちょっと出かけていきたいなと思います。もちろんね SR に関してもいろいろと出かけていきたいなと思いますんで、その辺の動画もね、随時アップしていきたいなと思います。はい、ではねちょっとね、次回走らせていきたいと思いますんで、楽しみにしておいてください。あと金額の発表ですね。はい、そういったこともご質問いただいておりますんで、車両ですね、このレッスンにかかった費用も含めて、次回発表していきたいなと思います。それでは、次回またお会いしましょう。それではまた。